ット。小学生ロボコン全国大会競技部門で圧倒的なスピードに加え、ノーミスでミッションをクリアし、大会最速タイムを叩き出したロボット、その名は恐竜兄弟。終了。早い。優勝はふみやさんです。これを作ったのは初挑戦にして初優勝した金子ふみやさん。小学生ロボコンを見て、小学生でもあんなにかっこいいロボットが作れるんだなと思って、自分も出てみたいなと思って出ました。一番こだわったとこってどこ？スピードです。スピードです。小学生ロボコン競技部門優勝ロボットを掘り下げよう。金子文也くんのアイデアはこうして生まれた企画。バチ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 。はい、皆さんこんにちは。小学生ロボコン公式 YouTuber の高橋彩乃です。よろしくお願いします。今日はこちらの文也くんが作ってくれたこちらのロボットをより詳しく知ってもらうために、素敵な方々にも参加してもらいました。学生ロボコン2021優勝校、長岡技術科学大学チームのお二人です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。実演前に、なぜロボットの名前が恐竜兄弟なのか、ふみやさんに聞いてみると、ロボット本体が、うん、お兄ちゃんで、こちらお兄ちゃんね。それで、うん、このコントローラーが弟です。そういうことか。大会のルールを簡単におさらい。ボールを拾い、ホテルの窓に入れるのが今回のミッション。3、2、1、スタート。一つ目のミッションはボールを拾うこと。ゴムの伸縮性とフィールドの壁を生かし、最短最速でボールを拾いました。2つ目のミッションは階段の上り下り。ここの階段の段差がね、結構あるんですけど、すごいすごいですよね。すごいな。3つ目のミッションはホテルの窓と屋上テラスにボールを入れること。ロボットの設置面が全てセッティングエリアに入れば、運んできたボールを人の手でロボットにセットし直すことができます。皆さん興味津々ですね。そうですね。ロボットだったら何でも。はい、さすがです。はい、ホテルの窓にボールが入る様子をもう一度。壁にぶつかった反動でアームが回転し、ボールが窓に入るアイデア。おお。で、さらにここから。お。あ、リトライ。失敗しても動揺することなく、すぐにリトライを宣言し、やり直し。おどうですか、リーダー。あ、さっき一回失敗してリトライしてましたけど。うん、あのこういうのってなんか不測の事態あったら割となんかごちゃごちゃになって、もう試合3分間使い切ってまで何もできないってことが自分たちでもたまにやるんですけど、はい、そういうのとかも対応できててすごいなと思いました。冷静でしたよね、鈴木。今日はですね、こんな企画も用意しました。もっと知りたい恐竜兄弟クイズ。困ってます。はい、この企画は恐竜兄弟の知られざる開発秘話やアイディアの源をクイズで出題していきます。回答者は長岡チームのお二人です。よろしくお願いします。お願いします。お兄さんたち答えられるかな。あまり難しいロボットじゃないので、うんうん、答えられると思います。だそうです。それでは早速参りましょう。第1問。ただ、恐竜兄弟は4つのモーターで動いています。その4つのモーターはどこに使われているでしょうか。どのように使われているかも一緒にお答えください。はい。変わった。
足でしょ。足2つ。モーターどこにつけるかって結構迷った。タイヤのあたり今ちょっとヒントを引き出そうとしてしまったかもしれないはい、まとまりました。まとまりました。それでは回答をお願いします。はい、と右足と左足で、あと弾を入れる上の機構をまた左右で1個ずつのやつだと思います。足ってどこの部分を言ってますか。歯車みたいになってるものの方ですね。わかりました。富山さん、正解をお願いします。正解はアンを動かすために一つずつと、あとは後ろのタイヤに使ってます。ということは長岡チーム大正解です。おめでとうございます。当たった。よかった最初は前にモーターをつけていたけど、階段が全然登れなかったので、試しに反対向きに走らせてみたらうまくいったので、後ろにモーターをつけました。なぜ前にモーターをつけるとうまくいかなくて、後ろにつけたらうまくいったのかが分かっていないので、なるほどね。解説お願いしてもいいですか。前に動力がモーターがついてると、走らせていった時にロボットの重い部分が後ろ側に乗っちゃうから、どんどん進んでいくほどこのタイヤが前に進む力が弱くなっちゃうからダメだった。でも後ろの方はどんどん進むにつれて重さがどんどんかかってくるから、このモーターが発生できるパワーっていうのがどんどん強くなって、結果としてどんどん前に進むことができるようになったんじゃないかなと僕は思います。どう、ふみやさん、説明わかった。わかりました。おー、すごい解決しました。ありがとうございます、はい、後輪のタイヤは昔の小学生ロボコンを真似して段差に良さそうなタイヤをたくさん作って試したけど、なかなかうまく登れなかったので、いろいろ検索して段差に強そうなタイヤがあったので真似してみたらうまくいきそうだったから、この形にしました。そうなんだ。なんかお二人がね、すっごいニコニコしながらうんうんって聞いてたよ普通のタイヤで段差を越えようとした時に、段差よりもすごい大きいタイヤでだったら登れることができるんですけど、それよりも小さい径でやろうとした時に、基本的に突っかかって前に進まないっていうのを、タイヤを3つにすることで回転することで越えていくっていう形で、このアイデアをやってるのはすごいなと、てかそこを調べてやってるっていうのがそもそもすごいなと思って今の話を聞いてました。第2問です。じゃじゃん。恐竜兄弟が安定して階段を上り下りするために、ふみやさんがひらめいたアイデアとは何でしょう。結構ざっくりした難しめの問題だと思うんですけれども、ボール回収のやつが駆動するようになったのかなと思うんだけど、転ばないようにするには何をすればいいと思いますか。前に重さいかないようにする話、うん、そこのところでスタイロフォーム使ってる話とかも書いてくるね。2個回答するのいいんですか。ダメな気がします。どっちですかね。はい、こっちは準備できました。それでは回答をお願いします。はい、ボールを入れる機構を動くようにした、一番初めの10個回収するところが動くように。あー、なるほど。一番下のところを工夫した。はい、正解をお願いします。正解は4箇所に重りをつけたことです。あ、そっちか。重心の話だからガリオさんの方が正しかったな。すごいザワザワザワしてるなるほどいいですね、なんか反応が一つ目、二つ目、三つ目、この尻尾の中に4つ目です。タイヤの部分は、缶回りしないように摩擦力を上げました、あと、尻尾の中の重りはぶつかると、テコの原理で、シャベルが持ち上がるようになっていて、
あと、うん、尻尾のあたりの重りは、階段を降りるときに、うん、転ばないようにちょっと重りをつけました。そういうことか。ということは、長岡チームの回答は半分正解です。ありがとうございます。ありがとうございます。まあそうですね。やっぱり学生ロボコンでも機体のその重量の重さのバランスによってはうまくロボットがまっすぐ進んでくれないとかってことがあったりするので、チームによってはそういう重りをロボットの中に入れているチームもいるので、まあそういう意味ではこの学生ロボコンでも使われているアイデアだなっていうふうにはと見て思いました。最後は屋上テラスにボールを運ぶアームに関する問題。第3問。この画期的なアームの仕組みはあるスポーツからヒントを得て作られました。そのスポーツとは何でしょう。スポーツ、バスケ、あーダンクシュートってこと。うん、なるほどな。バスケ、ハンドボール、まあ、でもバスケが一番近いかな。物を投げるっていう競技でゴールが近いものってなったらバスケぐらいしか思いつかないんだけど、結構2人の中ではまとまってそうですが、回答出揃いましたか。はいはい、それでは回答お願いします。はい、バスケットボールのダンクシュートから取ったのかなと思います。それでは文也さん、正解をお願いします。正解はバスケットボールのダンクシュートをヒントにして作りました。ということは正解です。ボールを1個ずつ持ってダンクシュートみたいにすれば簡単に得られるのではないかと思って思いつきました。そっか、たまたま恐竜の顔みたいになったからちょうどよかった。あそこ可愛いよね、目がついてるところだもんね。最初はとても重いロボットになってしまって、ボールを入れる仕組みは軽い材料で重くならないように、うん、モーターは使わないでぶつかるだけでお皿が持ち上がってボールが転がり落ちる仕組みを考えました。はい、ということでここでクイズは終了です。かなり恐竜兄弟について知ることができましたね。はい、はい、リーダーいかがでしたか。そうですね、開発の話とかを聞いてると普通に学生ロボコンだやったり高専ロボコンともう似たようなことしてるなと思って、やってることがちょっとすごいように見えるだけで実際やってることは変わらないと思うのでロボットのその単純な性能もそうですし、この作り込みの中にこういろんな工夫が詰め込まれているのが実感できました。あともう装飾も完璧にしていて、最後にフミヤさんから長岡チームのお二人に質問があるそうなのでちょっと聞いてみようか。長岡支援の皆さんだったら今回の小学生ロボコンのミッションに対してどういう考え方でクリアするのか教えてください。確かに私も聞いてみたいです。そうですね、もうこのふみやくんのロボットを見せつけられてしまうと、もうこのロボット以外の、うん、アイディアっていうのは僕らも浮かばないような感じで、そうですね、もう正解が出てくる、正解がこれだと僕たちも思います、はいはい、もうここまで来ちゃうと最後もう時間のロスとして発生してるのが1回目のリトライをして弾を補充し直す部分だと思うので、そこをどうにかしてこう何かこれ以上でもモーターを使うの厳しいですけど、何かモーターを使って自動でその弾を装填する機構だったりそういうものがつけばもうちょっと速くなるかなっていうふうには思うんですけど、僕にはちょっとアイデア思い浮かばないですね。自分もさっきのアイデアでここ乗り越えてる間に装填されるっていう形になったらすごいいい話になってくるので、その場合多分足回りのモーターを一つにして上に伸ばしてるのをさらにもう一個取って二つ使って装填のところにつなぐ動力にして、まあ、何らかの機構を作ってやるっていう手法しか思いつかないんですけど、多分それでうまいことはいかないと思うのでこれから複雑にはしない方が正直いいだろうなとは思います。これ以上のロボットを作ることはできるのかなっていうのをちょっと思いました。はい、これ以上あんまりないって満足のいい回答。
いやもっとねいろいろロボコン談義をしたいところではあるんですけれども、今回はここまでにしておきましょう。自分でロボットを作ってるとこと、特に自分で作ったロボットを操縦しているときが一番楽しいです。知りたかった知識を吸収したり、ロボットの操縦体験もさせてもらったりと、貴重な経験を積んだフミヤさん。将来どんなロボコニストになるのか楽しみです。小学生ロボコンじゃない、作ってみたいロボットって何かある？車。もう車ね。どんな車？速い車。だよね、速い車ね。